95式野戦力作車力は、大日本帝国陸軍が開発した、工兵車両である。他名称には95式力作機、95式力作車が使われる。野戦力作車の用途は、野戦で必要な重材料を取り扱うことである。これにより橋の修理と建設、交通路の障害排除、重機材の修理が行える。車体は、強馬力のエンジンを積み、 機銃機もこのエンジンで操作する。日本陸軍では、満州事変前後に、工兵機材の機械化を推し進めており、本社もその頃に開発されたものと思われる。1934年、日本初の諸兵化連合の機械化部隊が生まれ、独立混成第一旅団と命名された。この旅団では、独立不評第一連隊、独立野砲兵第一連隊、戦車第三、 第四大隊に独立工兵第一中隊がついた。工兵は全員が自動貨車に乗り装甲作業機を装備した。一般師団工兵の機械化の検討は昭和15年に工兵学校で行われた。工兵連隊は小工利、大工利、機材小隊という従来からの機械化の乏しい編成だった。これに発電車、空気圧縮者、工作者、溶接切断者、 力作者、製材者を配備し、自動化車に重量を割り当てる予定であったが、この編成を達成したのは一部であった。東京ガス電機工業は、陸軍の要求に応じて、特殊な車両を製作しているが、記録には1934年に、力95式野戦力作者の名称で製造が行われている。詳細な生産台数は不明である。 1939年の長弁機材表には、気力機材として95式力作機20両が、さらに1940年の調達機材表では、気力機材として95式力作機18両が、予定されている。昭和16年度の整備品実績表では33両を、要求し28両が完成している。工場側の記録では、 日立製作所で1944年以後13両完成の記録がある。また、池外自動車では1941年12月から翌年3月までに28両を生産した。側面。本社は操縦室を車体の中央前よりに配置し、車体後部にターンテーブルを設け、ここに360度旋回できる3トンジブクレーンを据え付けている。クレーンの動力は、 車体のエンジンから変速機、さらにギアボックスを介して供給される。クレーン全長は5.54メートル、クレーン基部左側には扉が設けられ、ここから金網に覆われた操作席に入る。クレーンは3種類のレバーとクラッチペダル3つで操作される。クレーンのウィンチは巻紙容量1.5トン、ケーブルは直径20ミリメートルのものを用いた。 クレーンは不使用時に操作席の上のネジ式クランプで固定する。クレーン基部前方には大きな単照灯が装備されている。アーム半径は約3メートル、釣り上げ荷重は約1.5トン。本社の走行は6ミリメートルから8ミリメートル、操縦室は車体後方から見て上面と右側にハッチがある。操縦士は操縦室右側に乗る。 車体左側にエンジンが搭載されており、車体前方の変速機へ動力を送る。走行はクラッチブレーキ方式。燃料タンクは3個設けられ、1個は操縦手の座席になっている。容量合計は180リットル。行動能力はおよそ10時間。走行装置は前方に直径48センチメートルの軌道輪。 直径2 2センチメートルで複列の8個の天輪、後方の誘導輪を備える。また、上部天輪はゴム付き直径2 7センチメートルのものを2個備えた。履帯はセンターガイド式である。喧嘩装置は横置きバネのシーソー喧嘩で、バネは2輪1組のボギーを2つ指示している。ありがとうございます。